皆さんこんにちは、大堀123でございます。ちょっとアコギとかギターの話題から外れるんですけれども、福岡というところで私もね、いろいろと活動をやらせてもらってるわけですが、福岡っていうところは僕らがね、本当に憧れるような著名なね、ミュージシャンの方々がお出になってるわけなんだけれども、やっぱり福岡のミュージシャンといえばこの人だって思う方もね、多いと思うんですね。陽水さんであったり、海バンドだったり、海援隊だったり、あるいは長渕さんとかもそうだけど、長渕さんの場合は福岡出身じゃないんだけどね、その中でやっぱり福岡あるあるな曲というか、ああそういえば福岡ならではの曲ってあるよなっていうのいっぱいあると思う。長渕さんの歌とかでよく福岡をテーマにしたの多くってさ、男は女が必要さとかね、優しい口調で語りかける、君は南の町からやってきたとかさ、待ち合わせの交差点とかで、天神あたりの交差点待ち合わせですか。こういう曲がね、やっぱ僕にとって思い浮かぶことも多いわけです。その中で自分も福岡っていうところで、とりあえずはね、動画投稿の拠点としてやらせてもらっているっていうのはすごいなんか光栄なことでもあるわけだけれども、でもね、そうは言ってももっとマニアックなところで福岡あるあるな曲ってもちろんいっぱいあって、福岡の地元のテレビ局でやってる番組のオープニングとかエンディングとかでかかってる曲ってもちろんあるわけですよね。なんかみんなが知ってる人たちだけではなく、結構マニアックなというか人たち の曲を流してくれるってことが結構多いんです。その中でね、2曲すごく記憶に残ってる曲がありまして、1曲目は福岡の人しか多分知らないと思うんだけど、今から15、6年ぐらい前、僕がまだ小学生になるかならないかぐらいの時、 KBC、九州朝日放送というテレビ朝日系列の福岡の七つというところに、放送局がありますが、そこでやってた番組、情報回遊テレビウルトラマンボウっていうのがあったの。すごい名前でしょ。沢田浩二さんとか上野俊子さんとかお出になってた。今でももう激バリバリの方々ですけど、もちろんそのウルトラマンボウでかかってるオープニングの曲っていうのがあって、その曲がね、後々調べていくと1969って曲だった。誰が歌ってるかっていうと、デイトオブバースっていうですね、3人組のバンドがいて、もう今からもう30年ぐらい前に、デビューした福岡出身のバンドなんだけど、どんな曲だったかっていうと、長い髪にデッドストックのパンダロンって曲なんだけど、メロディーも良くてアレンジもめっちゃいいのよ。ほんとかっこいい。女性ボーカルだったんだけど、ものすごい印象的に残るその曲だったんでね、で子供ながらに誰が歌ってるか分かんなかったんだけど、僕はいい曲だなとかに思ってたことがあった。本当にいい曲です。僕ものすごい好きな曲なんだけど、ちなみに Date of Birth、ヒット曲がね、いくつかあるそうでね、その中のですね、1曲が You Are My Secret っていう、これはまたいい曲なんだけど、全部ね、歌詞が横文字なんです。すごい幻想的なアレンジなんですけれども、ひょっとしたらこれご存知な方も多いかもしれませんが、1992年1月、私まだ生まれる前なんですけど、月曜日の9時に、いわゆる月9ね、フジテレビで放送されていた、あなただけ見えないというドラマがあったそうですけれども、そのね、主題歌になったっていうことなんですね。これはね、私もね、ちょっとね、びっくりいたしましたね。あともう一曲は、これも同じく九州朝日放送 KBC なんですけど、今から4年ぐらい前までやってた番組だったんで、これも結構長寿番組で、瑠璃色の砂時計っていう、タイトル聞くとなんだと思っちゃう人もいると思うんだけど、旅番組なんですよね。日曜日の昼間にやってたの。日曜日の昼間は必ずこれ見てるよねって感じの、結構心がほっとするような番組だったんですけれども、オープニングでかかってたのがフラットフェイスっていう2人組の、デュオがいて、ハネムーンインパリスっていう曲だった。ほとんどその打ち込みの曲なんだけど、なんかね、その番組の雰囲気にめっちゃ合ってる曲で、キーは C のキーなんですけど、サビのね、冒頭のコードが G なの。だから、ブドウ畑を探しに行こうっていう、なんていうのか、 A メロが C のコード進行だったのが、サビの冒頭が G だから G のキーかなって勘違いしちゃうような、そんなね、変わったこう雰囲気を持ってたやつだったんですね。で、難しいコード使ってるわけじゃないんだけど、変わったコード進行を使ってきてたっていう、そんなね、曲だったんですけれど、これはまたいい曲ですよ。かなりそのマニアックな曲だったんだけど、ちょっと2曲ね、今紹介しましたけども、残念ながら動画上では載せることができないのでね、検索してみたりね、するといいんじゃないかなと思います。もう小学生とか幼稚園の頃に聴いていたその曲っていうのはものすごく印象に残ってるもんで、曲名とか誰が歌ってるか分かんないんだけど、メロディーとかアレンジとか、歌詞もそうなんだけど、ものすごく印象に残るものがあって、子供の時に刷り込まれるものっていうのは大きいもんだなと思うんだけど、それが今この時代になって
やっぱりまあ何だって調べられる時代になって、検索もできる時代になって、あ、この人のこの曲だったんだって分かったことに対するそのなんか嬉しさというか、それから安心感、これはね、なんかすごいいいものがあるよね。皆さんそれぞれにとって印象深い曲っていうものをですね、いろいろとなんか探し当ててみたり、またそれを思い出してみるのもいいんじゃないかなと、そんな風に思います。ということで、また、次回の動画でお会いしましょう。大堀123でした。それでは。